その日本とかアメリカの国際関係について考えることとかよくやっぱりアメリカにいながらあったので、で元々は国際関係に興味があったんですけど、ICUで大人気の翻訳の先生がいるんですけど、授業を1回受けて、で翻訳がすごく楽しくて、似てる授業があるんじゃないのかなと思って通訳の授業を受けて、初めて通訳の授業を受けた時に、先生がちょうど ICU で通訳探してるイベントみたいなのがあるから、これの通訳お願いしていいかなって声をかけてくれて、そのイベントの内容をちょっと勉強したりとか、英語でそして日本語で単語を調べて、それで準備した状態で やるってなった時に、そのブースの中で訳してるのがすごく楽しくて、もう本当にこれがやりたいと思いました。日本語でも英語でもどちらでも授業を受けられるっていうのが一番魅力的なポイントで、日本語で授業を受けられるっていうのはやっぱりそれだけ日本語が上達するので、国際法の授業とかその専門的な分野も日本語でできるっていうのが、すごくそれだけその分野の知識とかその日本語での単語もすごく増えてくるし、自分の日本語の上達につながったっていうのは絶対あると思います。一度通訳のコンテストに参加してさせていただいたことがあったんですけど、そのコンテストに出ていた男性、カナダ人の男性が一人いて、でその男性は日本語がもう完全に第二言語として勉強していて、そのネイティブの日本語だとは言い難い日本語だったんですけど、ものすごくテンポリズムがよく、すごくはっきりと自信を持って話していて、その聞いている側としてもすごく安心して聞ける訳出だったので、私も日本語が第一言語じゃないっていうのが結構コンプレックスなんですけど、日本語力とその通訳力っていうのはまた別のものなんだなとすごく感じて、やっぱり通訳力をその高めていくのを頑張っていこうとその時にすごく思いました。日本の大学を考えているアメリカの高校生の皆さん、私ができるアドバイスはどっちも受けてみてください。私も5月のディセジョンデーまで本当にどっちにしようかずっと悩んでいたんですけど、日本の大学そして ICU のすごくいいところは、日本で勉強していても1年間留学でアメリカの大学も経験することができます。 ICU は学ぶことがすごく好きな学生がすごく多いので、私もそれに影響されて4年間すごく学びのある、濃い大学生活を送ることができました。ぜひ日本の大学そして ICU を検討してみてください。